皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケット岡です。ぐっちです。今回の動画は、こちらですね。はい。ラザントターボ。はい。ターボです。はい。ラザントシリーズの最新作になります。じゃあ何から話しましょうか。そうですね。まずこのラバーの印象とかかな。はい。はい、そうですね、うん。印象いきますかね。うん、やっぱね、この前あのシダ動画を撮ったじゃないですか、はい、そうですね、あの日初めてあのラザンドターボを僕打たせていただいたんですけども、はい、僕今まで実はもうラザンドずっと、もうラザンドがリリースしてからずっと使い続けたんですよ、ノーマルの。あ、ノーマルの、はい、はい、でもうこれがあの新しいターボだよって渡された時に、まあその渡されたラケットをこう持ってもういきなり感じたのがやっぱし、あ、柔らかいなっていう、うん、うん、まあ、前情報でこのラザントターボが 47.5 っていうあの高度表記なのは知ってたので、はい、ノーマルのラザントが45度ですよね。はい、そうですね。なのでちょっと硬いっていうイメージだったんですけども、なのでヘキサ HD なんかと同じ高度ですね。そうですね、アンドロのラバーで言うと、はい、うん、なんで、まあ、若干ラザントがさらに硬くなったのかなっていうイメージで、うん、それまで思ってたんですけども、うん、実際そのものを手にしてみたら、もうこのこうやってラバーを、うん、もみもみしてるだけで、なんかこのブニッブニッっていう感覚が、うん、うん、あ、違うと思ってまあそのシダ動画でもちょっと触れましたけど、まあ、実際そのラザントに僕スピード補助剤を塗って打つなんてやったことないんですけど、はい、多分ラザントに補助剤を塗ってで打ったらこんな感じになるんじゃないかなみたいな、まあ、あくまでイメージですけど、なんかそんな感覚がもうこの揉んだ時点でで実際打ってみても、うん、あ、この食い込む感じはまさにそれだと思って、すごいですね、うん、なんか独特ですね。なんか最初のイメージとは全然違うラバーでした。そうですね。グッチー君はどんな感じでしたこれ。はい、そうですね。最初私もやっぱりラザントの、まあ、ハード版っていうイメージ、うん、とパワーヒッター版ってことになるんで、うん、やっぱそこから入るよ、ね、はい、うん、で正直なところラザント自体もちょっと固めだったじゃないですか。うん、まあこれ硬いっていう人もいるし、はい、柔らかいっていう人もいるし、なるほど、そうですね、うん、まあ、なんで、はい、まあ、バランスのいいラバーなんだなって、やっぱしラザントは、はい、あ、そうですね、本当お客さんの声聞いてても高田馬場店の、うんうん、なんかこれあれって柔らかいですよねっていう人もいれば、お、うん、ちょっと硬くて自分には使えませんっていうような方もいて、うんうん、まあ、幅広くいろんな、うん、答えが出てる。このねラザントターボなんかかなり絞ったラバーなのかな。そうですよね、私も実際、うん、もっと使うターゲットを絞って、うん、その本当にハードヒッター向けにしたのかなと思ったんですけど、うん、触った瞬間も、もう打った瞬間とかにも、うんうん、あれって、ね、これもしかしてラザントより赤いんじゃないかなっていうふうに、そうなんですよね、うん、数値となんか真逆の感覚があったんですよね、うんうん、食い込む感覚がありますよね。47.5 度っていう割には、うん、あれ普通のラザントより食い込むんじゃないかなっていうのはありましたよね。そこはちょっと謎なところなんですけどね、うん、まあ、多分シートとスポンジ自体の合わさったコードは確かに硬いのかもしれないですけど、うんうん、でもテンションが相当かかってると思うんですよね。そうね、テンションのなんかちょっと 強くかかってる感じは、より強くかかってる感じがあるんで、うん、やっぱりそれせいで柔らかく感じるのかななんて私は思いましたね、うんうん、なんで個人的にはラザントとはちょっとやっぱ違うラバーなのかなっていう印象は自分は持ちました、ね、はい、自分もラザントとは、うん、その似てるっていうのはなかったですね、うん、見た目はすごいそっくりなんですけど、ま、あ、そうなんですよ、同じ緑スポンジの、うん、まあ、特徴ある色してますけどね、うん、そうですね、このモールドももうターボって振ってあるだけ、はい、そうですね、特に大きな、まあまあね、そうですね、前のラザントと、そうですね、でもシートの色が若干なんていうかな、濃くなってる感じがしますよね。ああ、まああれですね、うん、やっぱりターボはその今ドイツ製の中で、うん、一番最新のドイツ製のシートなんですよね、うん、そうそう、だからそのシートがちょっと進化してる感じなのかなと思って、はい、そうですね、で実際擦ると独特の打球音が鳴ります。そうですよね、なんて表現したらいいんですかね、なんか
キャンみたいな、そうですね、キュンみたいな、ケンみたいな、キュンみたいな、キュンみたいな、ドッカンバッチーンっていう感じじゃないんですよね、うん、そう、なんかすごく独特の打球音が割と小気味いいですよね、はい、そうですね、うん、打ってて気持ちいいですよね、うん、でフラットに打つとそのなんだろうな、柔らかいなんか打球感が、はい、そうなんですよ、ダイレクトに出ますよね、はい、そうなんですよ、柔らかいんですよね、うん、まあ、適度な硬さなんですよね、うんうん、そうですね、確かに、でやっぱりその私は特にそのシートが結構好きですね、うん、あ、この引っかかりがかなりいいですよね、はい、いや、なんかあの私も結構テンションラバーいっぱい試してきてはいるんですけど、うん、正直個人的にテンションラバーの中で一番回転がかかったんですよね、うん、ターボは、うん、まあ、シートの引っかかりが多分ドイツ製の、まあ、一番最新なので、うん、スピンが一番強いタイプ、引っかかりが一番強いタイプっていうふうに、うん、まあ、私は感じてますね、うん、まあ、やっぱ最新ってだけあって、うん、やっぱちょっと進化してるな、はい、進化して、またラザントのシートよりもさらに一段とスピードとスピンが上がったなっていう感覚が私はありますね、なんかね、弱いインパクトでも、はい、結構しっかりかかってる感じ、そうなんですよね、うん、あの結構その持つ感覚が相当強いラバーになってて、多少振りが甘くても、うん、ちょっと振り的にアウトな打ち方しても入ってる、引っかかって入っちゃうっていう、はい、感じなので、私的には本当に初心者中級者とかでも、まあ、さらっと使いやすいんじゃないかなと思います、うんうん、でもそうなんですよね、上級者向けのラバーって印象があったんですけども、はい、割と、うん、あの中級者あたりの方とかが使っても十分、はい、うん、はい、あの性能を発揮するラバーですよ ね、 ですね、あれですね、このラケットとかどんなラケットがあるのかなって、シダ用のラケットはこの間は04を使いましたね、はい、04使いました、うん、王道04、なんかすごくバランスいいなと思って、はい、そうなんですね、うん、ラザントは割と自分はラケットを選ばないラバーかなと思ってるんですけども、はい、ちょっとこの柔らかい感覚があるんで、若干なんか硬い板なんかと合わせると気持ちいいのかなっていうのは、うんうん、まあちょっとそれがあのプレイヤーにとっていい悪いは別として、ああ、そうですね、すごく打球感はその硬い板と合わせることによってなんかすごく気持ちいい打感になるんじゃないかなっていう印象はありました、ね、はい、そうですね、うん、まあ、適度なやっぱ硬さなんで、うん、そうですね、うん、いろんな、まあ、でもいろんなラケットとも相性で多分間違いなくいいとは思いますね、うん、続きなんかもね結構しっかり、切れるんで、はい、そうですね、うん、かなり切れますよね、はい、やっぱシートのかかりいいんで、うん、表面でなんか薄く捉えるとぶっつり切れますよね、ぶっつり切れますね、うんうん、まあ、この辺も全体的にバランスがいいですよね、はい、そう、バランスがいいですね、うん、で、そうですね、まあでも、まあ、自分、私的にはまあ、うん、あの弱いインパクトで回転が、うん、まあ、かかるっていうのが、うん、ちょっと大きなところかなと、そうですよね、うん、はい、結構このラバーの売りの一つですね、結構ラザントを結構使ったことあるんですけど、うん、ラザントは私的にはちょっと球離れが若干早いんですよね、あ、若干なんですけど、うちのシャアも言ってましたよね、若干早いって、そうですね、かけた時に、まあ、練習中はいいんですけど、うん、試合になった時とか緊張した時にどうしても打点落としたりする時があるんですけど、その時に引きつけた時にボールがちゃんと掴まないとダメなんですよね、うんうん、それで厳しい頭突きがやられた時にちゃんと掴めなかったなって時に、うん、このラバーだと最後までこうグーって持つんですけど、ラバーだと途中でパンって回転かける前に若干こう離れていっちゃうんですよね、うん、でそうするとミス出ちゃうんで、うん、それでもっと扱いやすくなったのかなっていうふうに、私はそういうね、ターボにしたらラザントに比べたらそういう打点落とした時のミスとか、うん、多少難しい球を入れに行く時とか、なんか格段にターボの方が調整しやすかった、うん、っていうか入れやすかったですね、単純に、うん、もう安定感上がりましたね。じゃあグッチー君の場合フォア面で使ってもいいし、はい、はい、そうなんですよね、全然バックも大丈夫、はい、バックも今両面でテンションラバー、まあ、私はラケットいくつも持ってるんですけど、うん、でその中の一つに今、あ、これこれですか、あ、今これです、これです、あ、そうだよね、今使ってるのこれ、なんかさっきも使ってるって言ってたもんね、はい、うん、王道02に両面ターボ特圧を貼ってやっているんですけど、うん、まあ、どちらも、うん、使い勝手のいい、その当たりを強くしなくても全身回転トップスピンがかかるんで、うん、常にまあ安定したボールをくれるんですよね、うん、弱い立ちでも上回転かかって、強い立ちでも上回転かかって、うん、まあ、回転かかればやっぱ個性描けば安定はちゃんとしてくるんで、うん、そうなんですよね、
どっちも使い勝手いいです。やっぱし引っかかりがいいから割とそのこの間打ってても打点を速くしたところで引っかきに行っても怖いじゃないですか。打点速くしてこう払うのって落としちゃいそうで。確かにでもそれがなんかすごく食い込みもいいから、食い込みもいいし引っかかりもいいから割とあのかぶせてね。そうなんですよ、結構面寝かせれるんですよね。そう、打点早めにしてこう寝かせてねじ込めるんで、そこは気持ちよかったです。そうなんですよね、やっぱ引っかかりを信じてすごい面寝かせて引き連れてガッと上げさせるっていうのができちゃうラバーなんで、だからそれができるようになるとね、あんま回転も関係なくまあ、あんまり関係なくこうボールを打ち込めたりとか。そうなんですよね、これは結構いいっすね。そうですね、まあ割と強気にいけるラバーかな。はい、そうですね、強気でいきますね。擦れるんでやっぱりもう安心、心強いですよね。ラバーであまりミス出にくいんで、ラバーで安心してあとで腕で球をその威力出しに行くのかなっていう感覚がありますね。まあそうですね、あとは私的にはあのシートの引っかかりがすごいんで、なんか表面で引っ掛けるようにして打つとすごいいい音が鳴って、ボールが後ろからグワッと伸びるんですよね。まあ先ほど岡さんが言ったあの独特のその金属音っていうのがターボキャンってやって、そうターボにしかないなんか独特の音があるんですよね。なんか不思議な、そうなんですよね。不思議な金属音が鳴ります。これそこがすごく魅力のラバーですね。はい、そうですね。後ろからちょっとちょりっと擦るっていう風に、まあ擦るだけだと、まあ粘着系のラバーは擦るってやるとあのまあボール上がってくれるんですけど、テンションだと擦る打ち方すると飛ばないんですけどね。うん、ターボ結構シートの引っかかりがいいんで、擦っても、はい、上にポッと上がってくれるんで、だから私が結構粘着好きだけど、あのターボもその意外とそのまま何も気にせずに使えちゃうっていうのは、そのシートの引っかかりが結構粘着ラバーのシートに近いぐらい引っかかりがあるものがついに来たんだなっていう感じがしますね。ドライブマンには本当に持ってこい。はい、そうですね、ドライブマン、まあテンションユーザーも粘着ユーザーもちょっと一回使ってもらいたい。テンションのドライブマン向け、はい、そうですね、前陣後陣問わずって言った感じですかね。そうですね、はい、前陣後陣問わないですね、どこでもできちゃう、どこでも万能に性能を発揮する感じですね。まあ、自分みたいなおっさんプレイヤーだとこう前まあ自分前陣なんで、常にこそれてなかなかピッチが上がるとしんどいんですけど、まあそうですね、ただ学生さんとかね、そうですね、学生さんとかね、そうですね、打つっていう方には、すごいいいラバーなんじゃないかなと、思います。そうですね、まあ、あとはあのちょっと私これ今両面貼ってるんですけど、両面貼ってもそんなに重くないんですよね。あ、そうなんだ。嬉しいことがあのやっぱラザントより軽くなってますね。あ、そう、はい、実際重さ測ったんですけど、この前、そしたらあのまあさすがにラザンパワースポンジが一番軽かったです。ラザントシリーズは、ラザントパワースポンジ、ラザントターボ、ラザントだったらそのパワースポンジが一番軽くて、ターボが真ん中でラザントが一番重たいっていう形だったんですよ。まあこれは個体差とかもあるんでしょうけども、はい、でも名前もだって平均的な、変わらないってだけでも結構すごいなと思うんですけど、まあ軽いっす、むしろ軽いっていう、はい、なぜか軽いですなのであのなんていうんですかね、ラザント結構重いっていう方ちょこちょこ、まあそうですね、まあラザントというか最近のドイツ系の、まあそうですね、テンションながら、はい、やっぱし基本の大きいタイプはちょっと重いです、ね、ちょっと重いのが流行ってたんですけど、でもターボはそれよりか今やや軽量、やや軽量、ところでまあ遠慮なく両面に、ラザント両面って言うとちょっと重たいんですけど、ターボ両面だったら結構軽いかなと、そこまではっていう、はい、そうですね、そんなに重さは気にならないかな。これはまあドライブマンにとってはね、はい、そう、結構嬉しい、ね、そうですね、動くドライブマンにとっては大事な重さなんで、結構大事なファクターの一つですよね、はい、軽いからいいかなと思います。そこの面もまあラケットとラバーとか合わせやすいのかななんて思いますね。そうですね。まあ結構このラバーまだまだなんか打っていくうちにいろんな、そうですね、ありそうですね、発見が、発見がありそうなラバーですね。はい、はい、そうですね。まあこんなところで、はい、そうですね、まあまた今後そういった発見があったら、こういった動画で、はいはい、お伝えしていければと思ってます。そうですね、まあ、はい、やばそうなラバーかなり、はい、期待のラバーなので、期待のラバーですね、そうですね、
かりました。また発信あれば、気づけば動画を出していこうかな。はい、まあ、あのかつてラザン島と、はい、そうですね、ラザン、はい、ラザン島の時もっていう、ね、あの動画いっぱい出しましたからね、ラザン島系で、うん、ラザン島を、まあ、自分があの、はい、責任を持って今ラザン島一人になってますけど、はい、はい、もうたった一人です、ね、自分が責任を持ってお伝えしていければと思ってます。そうですね。じゃあ今日はこんなところで、はい、そうですね、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。